いて、もう今日前髪の調子悪すぎて本当に無理。なんかもうさ、なんかめっちゃなんかやばい、前髪の調子悪すぎて何これみたいな。多分2024年で一番悪い、2024年できっと一番悪いと思う今日の前髪のコンディション。もうわけわかんない、ちょっと無理、結構ピリつき上げてるこの前髪、前髪もうやだー、前髪や前髪嫌だよ、もう前髪ほんと無理なんだけど。こんばんは、こんばんは、ありがとう、来てくれてありがとうございます。ちょっと一旦前髪に集中してもいいですか。ちょっと前髪なんかマジで前髪嫌だ、前髪が決まらなくて。まあいいや、これでこれでいいやもう変かもしれないけど気にしないでください、もう変って言わないでね変って分かってるから、変って言わないで、変って思って気になるかもしれないけど、その今日なんか隙間がちょっと NG かも、隙間嫌だしかもなんでこんな顔赤いの今日、わけわかんない、ちょっとなんかめっちゃ、でも肌の調子は艶めいててとってもいいから気にしないでおきます。なんかちょっと前髪が不機嫌なんです、反抗期なんですけど、気にさずにもうちょっと配信しよう。こんばんは、ありがとう、こんばんは、来てくれてありがとうございます、やっほー、やっほー。私ギリギリに配信予約入れたんですけど、最近あのゲームの方ではバイキングライズの方ではバイライの方ではあの入れたんですよ、21時から今日配信、今日ゲーム配信するねって、メールで言ったか、モバメで言ったと思うんですけど、モバメ撮ってくださってる方しか分かんないと思うから、ちょっとほんますいませんって感じでギリギリにやっちゃって、こんばんは、ありがとう。ちょっと今日はあのゲームの実況配信をしようかなと思ってて、まあ、普通の雑談の配信もするんですけど、ちょっとゲームの実況配信をしたいと思って、こんばんは、やっほー。なんかね、多分ね、分かんない方もいっぱいいるからね、ちょっと言っていきます。なんか STU48 とバイキングライズっていうそのゲームアプリがコラボすることになって、それがもう本当に4月19日は続き、あの一昨日から4月19日まで4月17日までコラボすることになったんですよ。でもう私ゲーム大好きだからもうめっちゃ嬉しくて、今回もゲームヤッホーって感じなんですけど、そのどんなゲームかっていうのをちょっと説明していこうかなって思ってます。りゅくくん花びらありがとう。どんなゲームかというと、バイキングライズはバイキングライズがテーマの新作ストラテジーゲーム、 3D から 2D のレンダリング方式の制作、立体的リアルなアートスタイルなゲームですゲームなんですよ。そうなんですよ、そうバイキングライズっていうのはでスマホゲームでハイレベルなアニメーション、戦闘アクションなのですごくリアルなんですよね。で実際にバイキングさんっていう芸人さんが CM されてたりとかしてて、ちょっと見てくださったら分かると思うんですけど、
そのバイキングライジさんと STU48 のコラボが始まったんです。まえちゃんハートありがとう。でもうインストールしてくださってる方もいると思うんですけど、ちょっとインストールしてくださってる方とまだまだちょっとインストールしてないよって方もいると思うので、まあ、ちょっと魅力を伝えようかなっていう、普通にもうゲームの実況配信をしようかなと思って始めました。こんばんは、ありがとうございます。でちょっと今私がどの辺かっていうと、ちょっとゲーム開こう。でもね今日でね結構進んだんですよ。今日結構あのあれなんだっけ、チャートリアル、チャートリアルじゃない、チュートリアルチャートリアルはちょっと STU48 のちょっとグループなので、チュートリアル結構進んで、今日チュートリアル結構進んだんですよ。今日チュートリアルじゃない、チャプターだ、チャプターが進んでチャプター12になったんですよ。そういえば今日であと1個やればチャプター13になるんですけど、チャプター13にするためにあと1個のなんか攻撃のやつがちょっとよく分かんなくて、あ、いけたいけたいけた、これで勝ったらいけるんじゃない、チャプター13で。本部レベルが結構進んで、なんかちょうどリアルお話しかやってかぶっちゃって進めれなかったんですけど、今日頑張って結構進めて本部レベルが7になったんですよ。だから明日はちょっと8を目指して頑張ろうかなと思ってます。なんか割とサクサクいくんですよね、チャートリアル。え、間違えちゃったチャートリアルで、なんかチャットとかも使えるんですよ。だからチャットとかでいろいろと分かんないこととか質問していったりとかしてて、実際にちょっと今からチャット機能があるのでりねちゃんと話すとよってことで、ちょっとみんなにゲームインストールしてくださってる皆さんにあのちょっと連絡しようと思います。今ゲーム、今ゲーム無実況、ゲーム実況配信してるよ、してるよ。今連絡しました。だから今インストールしてくださってる方に今届きました、連絡。グループチャットがあって、あ、来た、スタンプ送られてきた。スタンプなんか白くなってる。見てくれてる、みみみ見て、間になっちゃう、見てくれてるかな。送った、あ、見てる、え、いっぱい来た、え、嬉しい、ありがとうございます。今ちょっとチャット機能があって、実際にこのアプリをインストールしてくださってる方に話せるんですよ、みんなと。こんばんは、はるるん、バラありがとう。こんばんは、本部レベル早い、本部レベル早いですよ。キモツン花びらありがとう、リュク君花びらありがとう。え、逆にみんな今どこら辺なの、本部レベル、本部レベルというものを知らない。え、なんかみんな逆にもっと進んでるのかと思ってた。でも私あんま進んでないと思ってた自分のこと。逆にどの辺なんですか本部レベル。え、なんかさ戦力めっちゃ高いじゃんみんな。私戦力めっちゃ本当にゴミがすぎて今戦力だから、今日戦力どうやって上げるんですかって質問したらね、なんか研究進めたらいいって言われたから、あ、なんか前回のなんかゲームと似てるなと思って、ちょっと名前で出していいのか分かんないけど、前回のそのゲームと似てるなと思ってて、本部レベル10、あ、でも結構みんな全然、あ、でも自分10、本部レベル10、10、11、え、でもさ自分よりさ高い人いっぱいいる。8、7、6、やっぱさ上げやすいよね。え、なんかさめっちゃやりやすくない、
なんかめっちゃやりやすい。なんかでポン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 進んでいく。10本部レベル10、本部レベル私はね今7だからね、明日8目指します。え、なんかマジでめっちゃやりやすい。本部レベル6、本部レベル、本部レベル10の人も結構いるけど、本部レベル6とか8とか9とか、もうちょっと19って方が結構多い気がする。え、なんか私のあのところにクランがあるんですけど、そのクラン入ってくれてるメンバーもね、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、18人だから25人ぐらい来たよね。なんかね、みんなが入ってくれたらね、なんかちょっとパワーアップするんですよ。人数を増やしたい、もうちょっと入ってくれるみんなの。要塞、要塞を立てなきゃいけないんですよ、私今からミッションがあって、要塞を、要塞立てよう。画面右下メール、これは見た。左、東側に大きめのクランがあるから北側に作って祠の方向を目指す感じかな。え、わかんない、やばい、どういうこと。え、わかんないよ、どうしよう、助けて。東側、ちょっとこっちのコメント欄、こっちの配信のコメント欄で言ったし、東側に大きめのクランがあるから東側、北に作って祠を目指す。え、祠ってどういうこと。東側に大きめの東ってどこ、東ってどれ、東ってどこだ、こっちか、 あった、これ、1のレベル1のやつだ。違う、これ魂の道なんとかだ。え、どれ、東って、え、わかんない。え、これさ、誰かに変更したらやってくれないのかな、これ R なんとかみたいな。東ってどれ、東側のその要塞がまず見つけられてない。東の要塞ってどこだ。東の要塞、え、これさ、私じゃないと立てられないんですかね。東の要塞ってどこですか。じゃ、こっちにちょっと送ろう。東の要塞はどこ、どこですか。東の要塞はどこですかって送っといた。誰か返信してください、無視しないで。東の要塞、ちょっと探そう。え、なんか要塞っぽいものある。え、違う、これ違う、これ自分のクランだ。え、待って、わかんない。東ってこっちか、東がわかんないよ。東って、東こっちか、東の要塞？え、もうわかわかんない、もうもうわかんないよ。来た。あ、ありがとう、わかりやすい、めっちゃわかりやすい、ありがとうございます。
もうね、してこれが東の要塞か。これが東の要塞。え、これ、あ、これは内海のクランじゃないことか。そういうことがもう立ってんのかと思った。内海のクランじゃないから北に反対側に作れってことが。え、もうこれは自分の敷地に作るよね。これは自分の敷地に作るよね。ここにあるからこっちの反対側に作れってことか。え、じゃあ今からタップするので、今からタップして送るので、もうここに立てていいですかっていうのをちょっと言いますね。え、これ自分のさ地域に近い方がいいよね。自分の地域に近い方がいいよね。もうこことか。あんま遠すぎ、前回遠すぎたらなんか行きにくい、なんか時間かかっちゃうからみたいな、なんか教えてくれた気がするから、近い方がいいですよね、みんなの家から。分かってきた、やばい、理解してきたぞ。そういうことか。え、ありがとうございます。ちょっと返信しとこ。 ありがとうございます。命の恩人です、命の恩人ですありがとうございます。命の恩人ですということで、近い方がいいんだよね。これは前回学んだから、若干斜めとかでもいいよね。この紅ジャケさんの家の近くにします。紅ジャケさんの家の近くに建てますね。じゃあ要塞、今から要塞を建てたいと思います。クラン領地建設、あれ建てれないの、 なんでなんだろう。あ、こっち、ここでいいか。よいしょ、このリカさんの真下に建設します。リカさんの真下に建設します。じゃあ確かに遠くて集まりづらい、そうあったから近めの方がいいかなと思って、近めに。じゃあベニさんとリカさんのところに建設します。制作行軍、え、見て、多分今ポッと出てくったと思う。今から建設しますので、来た来た来た。コンビニ行くのも近所がいいでしょ。いや、そうですよ、絶対遠かったら大変だから、絶対に近い方がいいからね。建設 Now、 建設 Now です。え、来たんじゃない、え、待って、これさ協力してくれてるってこと、みんな協力してくれてるのかな、立てるの。え、ありがとう、優しいありがとう、優しい。え、みんな集まってきてくれてありがとう。えー、泣いちゃう。ちょっとお礼に私からのメッセージを送っときましょう。ありがとう、ありがとうございます。これさ、ボイスメッセージ送れないんだね、今回。ありがとう、命の命の恩人、あ、命の恩人です。皆さんはい、送っといた、送りましたヘルプ返した。え、なんかこのヘルプっていうのは結構大事で、なんかそのヘルプ、あの、なんか握手してるマークあるじゃないですか、これ結構大事で、なんかどういうことかというと、あれをすることによってなんか短縮されるの、時間が、建設の時間が短縮されるから、あれ思ってる以上にめっちゃ大事なんで、あの積極的に、あの、押してあげてください。私も押すので押すので押し返してあげてください。ヘルプ結構大事なんですよ。なんか例えばなんか建設するってなったら、あの、めっちゃ大事なんで。
で、きっと本部レベル上げが大事だと思うので、今回も本部レベルを上げていきたいとですね。本部レベルのマックスが何部なんだろう。本部レベルのマックス、本部レベルのマックスが25。本部レベル25だから、なんか10何歩以上がいいみたいなあったよね、きっとあるから。本部レベル15、16ぐらい上げたいな。でも割と簡単にポンポンポンと上がっていくんだけど、あの後半戦になってくると、あの材料っていうか、その食べ物とか、なんか建設するための肉とかが足りなくなってくるから、木とかなんかそういうの今のうち集めておいた方がいいですね。本当になんか、ね、足りなくなってくるんで、本部レベル上げするってなると。で、なんか割とそのポチポチ押してたら、その光ってるところとか、赤く光ってるところとか押してたら、なんかアイテムもらえたりするので、積極的に押していった方がいいですね。で、戦力を上げるためにはやっぱ研究がね大事なんで、学院っていうところがあって、学院のあのなんかちょっと魔法のなんかジュースみたいなマークを押して、それで軍事系をやっていくと、なんかそのなんて言うんだろう、兵士とかがあの解禁されるから、訓練とかで軍事系ちょっとやっていきます。今からやる研究はクラヘイ攻撃、これなんて言うんだろう、総兵攻撃、わかんないけど、軍事系の研究のこの総なんかクラヘイ攻撃愛みたいな1 愛じゃないかクラヘイ攻撃1みたいなやつをやっていきたいと思います。総兵攻撃みたいな、なんかある、やっていきます。研究59分かかるけど、でこれで研究ボタン押したんで、ヘルプ押しました。だからみんなの声で短縮されるはず、時間が。ヘルプお願いします。みんなに今ヘルプを送りました。愛愛って間違えてたほんまに。それさ、もうさ、これさ、バイダイのさ、運営さんがさ見てくださってるかもしれないけどさ、もう絶対本当にバカやなって思われてるよね。ほんまにやばいよね。ほんますいません、マジで私も漢字とか読めなくて、英語とか。ちょっと今回も推しキャラを見つけていきたい。私前回のゲームでライモンっていう雷ゴロだっけ、ライゴロっていうキャラクターがいて、これもなんか読み方間違ってて後半気づいたんですけど、今回もちょっと推しキャラ見つけたいよね。誰がいいんだろう。ちょっと今回もね、ちょっと美男美女をね探しましょう今回のキャラもちょっと推しキャラを見つけたいんですよ。今回もちょっと推しキャラ見つけたいです。ちょっとクラいっぱいみんな変身してくれてるので返そうと思います。総兵、あ、総兵ですね。総兵キラキラスタンプを返しておきました。みんながね、あ、ヘルプありがとうございます、嬉しい。私もヘルプ返しておいたよ。移動、攻撃いけるかな。あ、でも足りないな、舞台が足りないから。今ね、あのね、傭兵をね、あ、傭殺、さっき傭兵ってなんか、え、妖精だったっけ、傭殺みたいな、なんかやってるんですよ。だからね、舞台が足りなくて、ちょっと今あの自分のチュートリアルがね、チュートリアルじゃない、チャプターができなくて、今チャプター12で本部レベルが7なので、明日ちょっと8目指します。頑張って。こんばんは、タンタン、花びらありがとう。いや、わかんなくなってきた。総兵、あ、総兵っていうのか、秒殺じゃない？秒殺？秒殺じゃない？わかんない、だってわかんないけど、わかんないけど、まあいいや、まあいいやってよくないだろよくないだろ。あの棒みたいな、なんか電柱立ててるので、クランの電柱立ててるから、ちょっと待っててね、今頑張ってね、建設関係トントントンってやってるから、建設、え、いっぱいみんな建設協力してくれてありがとう、めっちゃ嬉しい。見えてるよ、誰が協力してくれてるか。え、ありがとうございます。今もしこの配信をあの
てくださってこのゲームを参加してる方はぜひ手伝ってくださると嬉しいです。でもう本当にこの母数をすごく今増やしたくて、私はこのクランのね、入ってくださってる方の母数を増やしたいから、もう本当に今この配信見てインストールするだけでもいいので入ってくださると嬉しいです。で最初のチュートリアルが私は10分か15分あればできたんで、皆さんちょっと大事なお時間になるんですけど、それでチュートリアルやってもらってクランに申請するだけで本当にチャットだけでもいいので参加してくれると嬉しいですお願いします。なんかめっちゃやりやすいかも、なんかなんて言うんだろう、知識がなくても分かる、やっていったらすごい分かる系です。で今回のゲームは一人一人個人戦、メンバーの個人戦とかじゃなくて、メンバー同士が競い合うじゃなくて、こう今参加してくださってるファンの方と私と参加してるメンバーで一致団結してポイントを稼ぐっていう感じだから、あんまギシギシしてなくて、とっても平和なので平和なので本当にマジで入ってきてほしい。そうみんなともっとね協力してきたいです。はいはい、もうちょっと協力したいですね。はい語彙力がなくてあれなんですけど、すごく穏やかなので、ぜひ入ってきてください。でもちょっとゲームコラボっていうことで皆さんにちゃんと特典があると思うんですけど、ゲームからの私からのちょっと特典もちょっと用意しようかなと思ってて、今回も戦力何歩以上みたいな、何歩ちゃんとお礼配信とかもするので、ちょっと皆さんがね少しでも楽しんでいただけるように私からもちょっとお礼をしたいので、ちょっとまたまとめます。ホンブリブル今ホンブリブル8を目指してるんですけど、ホンブレベル8をするために、ありがとうございます、ありがとうございます。ホンブレベル8にするために今戦士兵衛をレベル7にするために押してます、短縮してます。ヘルプありがとう、私もすぐ返しちゃった。ルール知らない、でもルール知らない人の方が多いんですよマジで。逆にルール知ってる人の方が少ないけど、とりあえず、今回はもうポイントを稼ぐっていうことだから、もうやってほしいのはこのチャプターと本部レベル上げ、本部レベル上げ、この戦力っていうこのなんか左上のアイコンあるじゃないですか、その左上のアイコンのこのバッテンのマークのところの数字をとにかく上げていくっていうのと、本部レベル上げが結構大事だと思う。なんか私もルール全然知らなくて、なんかマジでどうしたらいいんだろうって感じだったんですけど、やっていったらだんだん分かっていった。で大事なのはこの左上のアイコンのなんかバッテンのマークの数字をちょっと上げていくっていうのと、本部レベル上げをなるべくやっていった方がいいので、とりあえずその戦力を稼ぐ方法はこの外なんか学院みたいなところのなんかドリンクみたいなとこをして軍事系の研究をして進めていったら結構戦力が上がるっていうのと、あと右下のなんかなんて言うんだろう、仮面みたいなところがあって、その仮面みたいなところを押したらこのいろんなキャラクターがこう出てくるんですね。そのキャラクターのレベルを上げていってあげるとそれもなんか戦力につながります。去年もね同じ感じのそうゲームやって、ドゥームズデイ、でもドゥームズデイさんと一緒なんですよ多分、一緒なんですよゲームのあれが。だから多分ドゥームズデイをやってくださってた方は
なんかマジで私もやってたから分かるんですけど、なんかマジで本当に似ててやりやすい。なんかめっちゃ画質いいしってあれだけど、なんかやっぱ本当にその画質いいっていうだけあって本当に画質いいしリアルなんですよ。そう、今回はゾンビじゃなくてなんか農民系なんですよね。でもなんかおもろいのが、なんか鹿から、鹿なんか牛みたいな、なんか鹿が登場するんですけど、その鹿から鹿パーンってやってなんか肉を切る瞬間があっておもろいんですよ、それがそうおもろいの。だから本当にマジで似ててやりやすい。で、分からないこととかあれば、あの本当にこのチャットで遠慮なく言ってくださったら私もあの返信するし、はい、みんな教えてくれると思うのでぜひ聞いてください。定期的にゲーム配信もしようかなと思ってるから。食料えぐいよね。前回でいうハイブマインドみたいなやつあるよ。え、マジ？え、教えてください。見たい。ハイブマインド、え、どうやってやるのそれ。え、なんか前回なんか大きなキャラ、ハイブマインドっていうなんか大きななんかこういうなんかみたいな建物があって、それをみんな殺すみたいなやつがあって、今回もあるらしいです。なんかみんなと協力するっていうのがいいね。なんかリアルタイムで、私もなんかオンライン、自分がゲームしてる時誰が今やってくれてんだろうと思ってオンラインとか見たりしてるから、あ、なんかヘルプとか帰ってきたら、あ、嬉しいってなっちゃう。ギシマルピーさん、ハートありがとう。ニウルングの歌詞だがハイブマインド。ニウルングってところ取ればいいな。ちょ、助けて、ニウルング取れニウルング取れ。あ、検索できるよね。だって前回できたもん。ニウルングってエビみたいな、エビみたいなやつ、エビちょっと待ってよ。この外に出るのがね、ちょっと難しくてね。あ、来た。エビ。あ、うわ、違う、これじゃないか。エビは探そう。あ、エビ、この赤いやつ？ちゃうか。こんなちっちゃくないか。エビ。ニウルングの頭ってやつ。今は4人一人取られてやしないんだよね。ニューリングの頭、あー、ありがとう。この指示してくるやつめっちゃありがたいこのなんかピンピンさせてくる、あ、これか。え、絶対おもろい。これやろうよ、絶対に。これをみんなで戦うんですよ。今このみんなが警察に協力してくれてるから舞台出さないと思うんですけど、これみんなで殺すの。このエビみたいなやつをみんなで殺すのよ。これやるとき言います、チャットで。楽しかったんですよね、マジで。このピンのやつはめっちゃありがたい。このピンの指定のやつ、 ありがとうございます。命の恩人、あ、命のおじいになっちゃった。命の恩人です。恩人で目線になっちゃった。恩人です。はい、さっき3人で倒せた。あ、マジ ?3 人でいけたの。レベルが1だからじゃないかなってことは。レベル何とかだったろ。え、これ私がさ、もしさ出動させたらさ、集結させたらさ何人か来るやつだよね。え、無理、懐かしすぎ。え、めっちゃいいじゃん。え、めっちゃわかる。え、やりたいよ。楽しいよ絶対。で、こんな感じで結構チャットとかも私積極的に動かしてる人間なので、あの本当におはようとかでもいいので、ぜひあのこのゲーム見てなんか気になった方はインストールして申請してください。そしたら多分許可してくれると思うので、運営さんが。でチャットで参加したら多分みんなイエイイエイみたいな感じで、はい、そんな感じなんで、うん、溶接みたいな。懐かしい。エモエモエモい
って言葉久々に使った、エモいって言葉エモいって言葉久々に使った部屋の中もさ改造できそうだよね。なんかこの自分の敷地の中の部屋の中なんか押したらさ変えれるっぽくない？変えれるじゃん。え、なんか今回どうやってやるかな。めっちゃ可愛くしたんですよ前回。え、どうしよう、なんか絶対可愛くできるよね。建設装飾系、え、松明、え、可愛い、お祝いのツリーとかあるんだけど、お祝いのツリーとかある、え、お祝いのツリー、クリスマス死ぬね、この時期にクリスマス死ぬ、可愛い建て跡で。でも私今お金がないから500円しかないから建てれないやん。このダイヤ今600円しかない、601円しかないから、このダイヤみたいなやつが赤い。うん、またお金が貯まったら建てよう、可愛い。イシレバちゃんと見たよ、え、ありがとうございます、嬉しい。イシレバも新しくなってくるから YouTube のなんか新しくなってからいっぱい見てね、チャンネル登録もお願いします、ありがとう。まさつぐくんハートありがとう。アンピーが外から見たらピーナル作った、え、可愛すぎ。でもあったよね、なんかそういうの私もなんかしたよな前回ね。私ね十字架でねなんかね死なんか死みたいななんかめっちゃ闇系のやつ作ってて、え、今回さ結構さ農民系だけど、でもさアップデートしていったらさ多分結構さまた新しくなってくる建物が。でもこの個人的に英霊サイダーみたいなやつ、これめっちゃ可愛い、これめっちゃ可愛い、英霊祭壇、この石みたいな、なんか石なんか墓みたいなの大好き、自分墓みたいなコンセプトマジ大好き。え、でもこの農民がねたまにねニコちゃんマークみたいなの送ってくるんですよ、あれ可愛くない、なんか生きてる人が歩いてて。今ここに鹿がいるんですよ、この鹿をねちょっとねタップしてちょっと鹿を殺していきたいと思います。鹿こっちに来なさい、こっち移動せ、はい、鹿今から殺されるんだから、今鹿を目印にしたので鹿は今から殺します。で肉にしてやるから今から、あー殺された、はい刺された、はい倒れました、鹿はい鹿今肉になってます鹿が今肉になってるよ。もうね鹿をね飼ってね食ってるんですよ、この農民たちは。このゲームの一生懸命やっぱ生きてるんですよ自然界で。私たちもこういう時期があったでしょ、鹿を殺して食べてた時期があったでしょ昔、私たちが覚えてない頃に、はい、それが再現されてるんですよ。もうマジで感動的だな。おお、なんか今人間タップしたらみたいなポーズされた今さ、え、やばいみたいなポーズされたんだけど、人間タップしたらかわいい、ファンサーやばい、ファンサーやばい。なんかちっちゃいね、なんかね人間たちがいっぱいいて、なんかその子たちタップしたらなんかわざわざこうやって歩いてんのに振り向いてくれてみたいなポーズしてくれて、やばいファンサーやばい、ファンサーがすぎる。ちょっとやってみてよみんなも、なんかボスみたいなやつタップして、え、ファンサーやばいマジファンサー、え、なんかさ困ったみたいなスタンプ送られてきた、え、困ったみたいな、なんか気まずいみたいなスタンプ送られてきたんだけど、え、無理、この農民みたいな、農民みたいなやつになんか気まずいよみたいなさ、なんか送られてきたおもろいんだけど、え、声通じてんのかな、もしかして話聞いてんのかなやばい気まずっと、いやファンサーエグいんだけどマジ、え、これ手振ってくれてるよ農民、え、手振ってくれるね、やばい、かわいすぎ、かわいい、仕事だけ
滋賀だけですね。かわいい、かわちい、かわちいね。もっと美味しいご飯食べさせてやるからな、俺が、俺がお前たちにいっぱいいっぱいうまい飯食わしてやるから。もう本当にこんなにね可愛かったらね、もっと美味しいご飯食べさせてあげるからね。いっぱいこの街を充実させてあげるから、ホンブレブレ上げてこの街を良くしてやるから。うん、絶対に守るからな。変ななんか組織とかには殺されないように、絶対攻撃されてもすぐ治療して死なないようにしてやるから。うん、頑張って生きさせよう、みんなこの農民たちを。責任持とうね。自分の領地以外の人はファンさせてくれない。マジで、え、知ってんだけど、おもろい。え、ちょっとやってみる、私もやってみるね。え、マジで自分の領地以外の人ファンさせてくれないの、それダメだな。もうダメダメですよ、もう。え、自分の領地以外の人、自分の領地以外の人誰かいるかな。あ、他のところの人、なんかさこれさ、全あのあれですよ、自分の領地あるじゃないですか、それ以外のところの、例えばあのその同じクラウンの人のやつ見れるんですよ。あ、本当だ、自分の領地以外の人見れないよ。え、なんかこのカカシみたいなやつめっちゃ怖いんだけど、しかも超綺麗。私ちょっと今さごちゃごちゃしてるんだよね。私のさクランの、私のさ領地超汚くてさ、今なんかぼやぼやしてるからさ、整頓しよう。なんかみんなめっちゃ綺麗に整頓してる。なんでこんな整頓してんの、偉すぎ。私も汚いんだよね、自分の領地ごちゃごちゃしてて。みんな綺麗だな。え、めっちゃすごい、めっちゃ綺麗。え、全然ごちゃごちゃしてない。すごいよ、いいな。私も綺麗にしよう。クランの溶接入れる方はぜひ入ってくださると嬉しいです。お願いします。結構ね大変なんだよこれ。なんかこのみんながね、そう、これ溶接をしないとね大変だからね、これ入らないんです。建設、あ、建設はできたのか。あ、建設はもうしてあるんか。あ、じゃあ全然いいや、すいません。デタラメなことを言って、デタラメ、デタラメってどういう意味なんだろう。私デタラメって言葉を使ってみたかったんだよね。デタラメってどういう意味ですか。なんかそういうデタラメなこと言うのやめようみたいな。え、なんかデタラメってどういう意味なんだろう。でも今私ただ単にデタラメってで使ってみたくてちょっと言ってみた。でちょっとめっちゃ変な意味とかあったらすいません。デタラメってどういう意味なんだろう日本語で。なんかデタラメな、そういうデタラメな行為やめようよ。え、デタラメってどういう意味なんだろう。ちょっと使ってみたかったんだよね今。任せ、出任せ、出任せ、あ、なんか適当な、なんか人任せみたいなってこと。え、それ人任せみたいなことってことですか。デタラメな行為するんじゃないよ。それデタラメな行為するんじゃないよみたいなこと。え、デタラメってどういうこと。適当なことするみたいな。こんばんは、ありがとう、こんばんは、ヤッホー。デタラメな男、デタラメな男なん、ダメやな、やり直し。ちょっと世直ししてください。それはもうデタラメな男はダメですから、もう世直しして、世直し、世直しで、出直し、出戻り、出直して、出直してか、出直して。世直しじゃないや、ごめん。世直しじゃないよね多分。世直しってなんか、世直しってでも意味が分かんない、私世直しも分かんない。やばいよ、もう適当なこと言ってたらなんかちょっと失礼なこと言ってる可能性があるから、やめとこ。適当なこと分かんない、適当なっていうか私も意味分からずに使ってるからさ、超失礼だった、ごめんね、すいません。いい加減なこと言うに近いか。あ、マジ、そういうデタラメな、デタラメなことを言うのやめようよ。ちょっと待ってよ。
めんちゃんの発言がデタラメ、え、確かに絶対そうだよ。私発言がデタラメすぎるんだよ。もうダメだよ、もうほんまに NG だよ、適当なことすぎて。え、てかほんますいません、今日私ピン、ほんまごめん、なんかちょっとごめんなさい、ちょっとデタラメなこと言えないよみたいな、デタラメだな。くがくんハートありがとう。やばいよほんまにデタラメすぎて好きなのはわかるんだ、君が好きなのって思わないようにする、ラストチャンス、ラストだから、え、やばい、なんかめっちゃ暗くなったこのゲームが、え、めっちゃ暗くなったんだけど、急になんか急に夜になったよ、さっき朝だったのに。もう寝れんかな、なんかねむねむマークついてるし、ねむねむマークついてるしさ、なんかもうちょっとねむねむマークついてるし、寝れんかもしれない、早すぎるよ、起きろー、カン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 、やばい、ちょっと最低、最低すぎる、起きろって言ってカンカンカン起きやー、カン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 、そうだよー、のえみさん、そうだよ、そう、ラスラス、もうね、マジずっと聞いてるの、やばいよ、マジ最近ずっと聞いてるからです、のえみさん、やばいよ、マジほんとえぐいよ、私もうほんまにずっと聞いてる、マジやばい、もうもうやばい、マジだ、やばすぎてやばいもんえ、でも昨日のえみさんと同じ曲、同じ幕張にいたっていう事実、だから昨日のえみさんのファンの方が結構来てくれて嬉しかったんですよ、うん、嬉しかった本当に。おすじくんハートありがとう、昨日ね、昨日幕張にいて、鬼軍曹さん花びらありがとう、やばいよね、マジでやばい、なんか今日前はマジ反抗期すぎてもう無理なんだけど、でもこの、え、なんか年に1回、年に1回か2回か3回くらい、なんかもう本当に嫌な、なんか前髪があって、今それに入ってる。マジでなんだよ、これこの前髪今日楽しかった、ありがとう。え、こちらこそありがとうございました。楽しかったよ。もう嬉しすぎて、手が冷たくなってきたもん、今。ありがとう、楽しかったです、私も。ルカプカ魔法のドリンクありがとう。え、なんかこの魔法のドリンクさ、なんか外来のさ、なんかあのあれに似てない、研究の学院の研究のあれに似てない、このドリンク外来のやつやん、これどう考えても、このアイテム外来のやつやん、外来のやつ、学院、この学院のなんかマークをしたら、これ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 、もう一目瞭然ですね、このキャラ、デタラメ前髪本当にそうだよ、マジデタラメの前髪だから許さない、ほんまに許さないよ、許すわけがない、本当に許すわけがないよ、本当にデタラメ、デタラメな前髪許すわけがないよ、許すわけがないです、本当に。探索しよう、探索しちゃおう、ちょ、探索しますわ、探索したらね、偵察か、偵察さ、探索だっけ、なんか探すみたいなやつ押したらなんかいっぱいアイテムもらえるんだよ、対策ねした方がいいよ、これめっちゃもらえるからね、探察、うわっやばい、ちょっとえぐい、私のちょっとゲーム心がちょっと湧いてきたかもしれん、このなんか虫眼鏡マーク押したらレベル1のキャラクターとか、なんかニュール
ウングとか出てきてさ、やばいんだけど、ちょ私のゲーム、ちょ これさ、ちょっとこ殺します、これもらえるやん、これやばい、やばい、私のゲーム心がちょっとめっちゃ湧いてきた、やばい、ちょっとえぐい、これもういけますわ、もう、あ、もういいですね、最高、いいよいいよいいよ、その調子だよ、いいよ、いいやん、いいやん、めっちゃいいやん、もうやばいやん、ほんまいいやん、やばいやん、私のゲーム心がちょっと湧いてきた、めっちゃいい、やばい、めっちゃいい、あ、もういい、私もバイライス好きってなった今、もういいやん、もう、もう前回もうほんまにめっちゃいいやん、これもう、うん、これいけるわ、これもういけるわ、もうホンブレベルもガンガン上げていけるわ、もうこれもう分かったぞ、もう仕組みが分かった、もう今ので完全に仕組みが分かった、もうホンブレベル上げと戦力をちょっと上げていきましょう、で上げるためにはこのキャラクターとかをグレードアップしたりとかして、で兵士をたくさんやっていってアイテムいっぱい集めて、もうチュートリアルとかチャプトリアルのチャプターとかも全部こなしてみたいな、でもチャプターも多分消えるんだよね、これ多分きっと、ってことは、ってことはチャプターも消えるってことだよね、チャプター10何本から消えたもんね、20何本みたいな、絶対消えるよねこれ、うわもう分かってきた、もう分かったぞこれ、もう絶対そうやん、絶対そうやん、もう分かった、もういける、これいけるわ、もういけますわ、いいやん、いいやん、ちょっとチャットにメッセージ送ろう、チャットにメッセージ送るわ、なんかもう分かったって、もう分かったよ、分かったよ、分かったよ、俺分かったよ、俺って送ってこ今チャットに分かったよ俺って送ってきました、クランの研究完了ってリエタンでできるもの、え、私もやってるけど、みんなの協力がないとダメかも、あれば一人一人でなんかやるもんじゃないと思う、クランの研究は、クランの技術の研究のやつでしょ、これで、これね、私がねいっぱい入れてもねできない、みんながこれもなんかみんながみんなも協力してくれないとできないやつですね、今押しました、クランのやつ、協力、クランの協力をしてみました、どうですかね、変わったかな、いや押してみてよ、他に何のゲームするんですか、え、でも本当にマジで倍来ですね、今やってるのは、今は倍来っていうゲームやってます、今倍来やってます、俺、私ゲームをするんですよ割と、でも続かないのが多いけど、唯一続くのはこんな感じのなんかみんなで協力する系だから、なんかめっちゃおもろい、ルームゼンもコラボ期間が終わってから結構やってて、でまたその今バイライスね、冷たすぎて、なんかさ手赤くなってるんだけど、手の指先やばくない、寒すぎて、え、めっちゃ痛いもん、冷たくてなんか赤くなってる、今バイライとみんなと一緒にこのゲームを進めて、ちょっと頑張りたいです、よろしくお願いします皆さん、なんかさ、いろんなこと話したすぎてさ、日本語がおかしくなっちゃった。え、やばくない？もう赤くなってるもん。やばいよ、本当に。赤い。やばいよ。こっから上が赤くなってる。こっから上って言っても、どこを指してるのか分かんないな。こっから上ですよ。やばいよ。寒すぎて。レジェンドキャラ当たった。マジ？え、いいな。いいな。私もちょっとやろう。私もさ、ガチャやるけん、今から。私もさガチャやろう、え、ガチャやりたい、私もガチャやります、じゃあ私も 今からガチャやりますよ、
無料今できた、やった、今無料でできたガチャ、いけ、何が来るんだろう。ウォルトゥームヤッホーウォルトゥームヤッホー、ちょっと5回やってみようかな、せっかくだからちょっと5回の方やります。ウェルダンディとグレゴリー当たった、グレゴリーってなんか名前かっこよくない？グレゴリーちょっと当てたいんだけど、グレゴリーって名前なんか今聞いた瞬間仲良くなれそうだった。あっ、来た、誰か来た、誰だ、エウゲン、エウゲン、ヤッホー、エウゲン、背景、エウゲンのこの人の背景のストーリーを今から言います。この人はエウゲンは有名な高知部族出身だ。彼らはかつて優れたハンターであり、熟練の水夫であり、そして最強の戦士であった。しかし高知部族が沈落し、没落、これ何て読むんだろう、没落、沈落し、その基礎が揺らぐ戦いが何度か起きると、もともと人口の少なかった高知部族は離散した。出自え出出出自にこれ何て読むんだろう、出るに出るに自分の字でデジに恵まれていたエウゲンもやもなく高知を後にし流浪、流れるに浪の美兵団に加入し、生計を祭事、これなんとこのなんかそれで食物連鎖のみたいなやつに持つみたいなのするしかなかった。バイキングは頻繁に叩くノラのモト、ノラの野獣、これだって言うこと、獣か、ノラの獣と戦うだけでなく、特にバイキング同胞みたいな、同時の同と戦わざるを得ない。エウゲン部族の魔を渡り歩き、少年から青年に、そして青年から中年になった。時間ばかりがいたずらに過ぎ、どこを目指せばいいのか分かんなくなった。だってもうやばいじゃん、なんか血迷ってるおじさんです、この人は血迷ってるおじさんですって。なんかもういろんなこと手つけすぎて、なんかもうかつて昔最強だったらしいの、この人エウゲンはね。エウゲンは昔最強だったんだけど、なんかもう沈没して、なんか人口が少ないのに、なんかもうまた少なくなって、もうなんか無理みたいな感じになって、なんかもうなんかちょっとおかしくなって、なんか消えてっちゃうらしい、うん、昔は最強だったらしいよ、うん、時間ばかりが過ぎていって、なんかどこを目指せばいいのか分かんないよってなっちゃったらしい。もう私が目指す先教えてあげる、このエーゲンに生きる希望をもう起こしてあげるから。私がもうエーゲンは今どこを目指せばいいのかっておかしくなってるから、私はこのエーゲンに、あのもう君はちゃんと存在価値があるんだよっていうものを教えてあげます。私がエーゲンにね、だから安心してね、エーゲン安心して、俺がいるじゃん、エウゲン。だいぶ読めてなかった。それなん、もう漢字読めない、漢字取れる、欲しいよ、ちょうだい。でも最近ね勉強してんだよ、今日も学んだ漢字。さっきもなんか難しい漢字あったんだよな、繊細、間、同胞、あ、そうそう、同胞ですね。ウォルトゥームのストーリー長い。待って、ウォルトゥームさん、さっき出したんよ私。見てみようかな、ウォルトゥーム。ウォルトゥーム。なんかさ、ちょっとみんなのさ、ビジュアルをチェックしたいんだけどさ、ちょっといるかな。やばいよ。シグルドやばいよ。シグルドじゃない。シグルドか。シグルドやばい。し、この、オリンナやばい、ちょっとめっちゃいい、オリンナやばいよ。なんかこのなんかシーラーもなんか不思議ちゃんっぽくて可愛い。
ウォルトゥームちょっと見てみろ。ウォルトゥームちょっと見てみます詳細。あ、来た。あ、ウォルトゥーム詳細ない。あれ、あれ、あ、詳細、あ、あれ、あれ、あれ、あったー。ウルフ背景ストーリーなんでさ、ウォルトゥームの話してんのにウルフに会っちゃったの。ウルフさんこんにちは、ヤッホー。雪バラは北極で最も危険な場所だ。なんて読む、なんとか悪な、もう険悪、もうわかんない、もうやばいか、もうこれわかんない、これ難しい、これなんて読むんだろう。ウルフさんのなんとか悪な環境、これこれちょっと明日の、そしてもうなんとかな野獣、もうこれもわかんない、これちょっと勉強できるわ、もばめに送れるわこれ。え、今日もなんな感じいけるやん、これもうめっちゃむずいんだけど、これえ、勉強もできるし、え、みんな勉強もできる、劣悪、え、このなんとかの猛獣みたいなやつも読めない、このなんかウルフさんのやばいよ。外来は漢字の勉強もできるし天才です。なんかファンスすごいしおもろいし、なんかめっちゃやりやすいし、ここ押してって教えてくれるし、もうこれ猿でもできちゃうし赤ちゃんでもできちゃう、もうやばいよ。赤ちゃんからこのゲーム知ったらさ、もう最強のボスになれるやん。やばいよマジで、もうほんまやばい。勉強できちゃいます、すごいよ。ガッチさんハートありがとう。やばいよガチで、勉強もできちゃう、天才やん。うん、漢字もできるし勉強もできるってことで、ちょっとね結構勧められたので要塞も作れたし、じゃあちょっと一旦ゲームのね配信をね終わろうと思います、配信終わろうと思います。いや、ありがとうございました急に終わる、もう2、え、もう1時間もやったのって早すぎるよ。みんなありがとう、本当にお疲れ様でした。ちょっと漢字読めなかったんですけど、これ明日の漢字のあれにできます。うん、洋札ね、まだ漢字、そう、漢字も勉強もできちゃうゲームだから、これほんまありがとう、楽しかったです、ゲーム実況配信できて。え、なんかマジで本当にこんな感じで、あのマジで結構あのみんなフレンドリーだし、あのチャットとかあの気軽に入ってきてください。でこの今配信見て気になった方は、あのぜひあの私の X にあの飛んでいただいたらゲームダウンロードできるので、そちらからちょっとダウンロードしていただいて、はい、そしてなんかあの運営の方にあのちょっと申請を送ってください。であのその私が載せた URL からじゃないと入れないんですよ、コラボの URL からじゃないと。なのでぜひそこに飛んでみてください、お願いします、私の X に飛んでください、頼みました。ってことでちょっと配信終わります、ありがとうございました。で引き続きね、あのゲームもしていくので、ぜひまたゲームの方でやりましょう。あの配信終わっちゃうんですけど、ゲームのチャットの方はまあちょっと動かしていくんで、あのそっちでちょっと話しましょう、みんなよろしく、頼みました。はい、ということでちょっとお疲れ様でした、ありがとうございました。男女も13位からももさんありがとう、12位草刈力さんありがとう、11位くがくんありがとう、10位すさんありがとう、9位和弘くんありがとう、8位文吾ありがとう、7位鬼牛翔さんありがとう、6位広島レモンさんありがとう、5位すみとくんありがとう、4位はるるんありがとう、3位きもつんつんありがとう、2位りゅうくくんありがとう、そして1位が出る8位文吾ありがとう。あれ言った？もう一回、男女も13位ももさんありがとう、12位草刈力さんありがとう、11位くがくんありがとう、10位すさんありがとう、8位文豪
ありがとう。マネイ鬼軍者さん、ありがとう。6位、広島レモン、ありがとう。5位、スミト、ありがとう。4位、ハルルン、ありがとう。3位、キモツンツン、ありがとう。2位、リュックくん、ありがとう。そして1位がドゥルルパン、ロコポコです。ありがとうございました。ありがとう、みんなお疲れ様です。ちょっと迷う反抗期だったんですけど、ゲーム配信できてよかったです。ありがとうございました。お疲れ様でした。みんなお疲れ様、ありがとう。じゃあまたちょっとゲームで会いましょう。お疲れ様です。ありがとうございました。見てくださって、ぜひあのアプリダウンロードする方はですね、私のこの X に飛んでいただいたらそちらから飛べるので、ぜひお願いします。リツイートしておきます。じゃあインスタグラムのストーリーの方でも載せるので、インスタグラムのあのぜひ見てみてください。はい、じゃあバイバイ、お疲れ様でした。バイバイ、また配信します。ありがとう、バイバイ、お疲れ様でした。